くまモンとくまモン隊のお姉さん、よろしくお願いします。タオルは後で汗ば拭いてもらおう。
お、どうだった？あ、もう嬉しかった。皆さんがね、やってくれたけどよかったね。楽しかったね。ありがとうございました。はーい。やっぱ暑い汗には、このタオルで拭いてもらって。はい。ありがとう。お姉さんも拭いてくれてありがとう、ありがとう、ありがとう。Yeah.
はい、じゃあね、ちょっと、司会のお姉さんにもちょっとね、変わりたいとこなんですけど、今日はですね、この後もう一曲ちょっと踊らせてもらおうと思うんですけど、いつもと違ってですね、曲が決まってないんですよ、実は。そうなんですか、もう。大丈夫じゃない大丈夫じゃないと、どの曲になるかがちょっとわからないのが、このサイコロチャレンジというところでございましてですね、はい、じゃちょっとね、説明をお願いしようかな。はい、お願いします。それではですね、はい、ここからウマポンと、おじいさんにチャレンジしていただく、サイコロチャレンジコーナーです。番号とですね、披露曲記載してます。くまモンがですね、サイコロを振ってサイコロを振って、1が出たら熊本サプライズ、もしですね、6が出たら内緒、内緒にもくまモンにもわからない、教えてません。6が出たら内緒です。何が出るかはわかりません。内緒、くまモン復習してきてないけど大丈夫かな。スタッフが決めます。あらあらあら、怖いね、怖いね、うん、はい、だからどの曲が流れてくるかは分かりません、はい、頑張ってください。クマモン、それ以前の問題でサイコロが取れないね、なかなか。大丈夫、取れた。ああ、お姉さんにぶつけるのじゃないの、分かった。クマモン、ね、スクエアのスタッフ頑張って取ってもらう。ほら、はい、レッツレッツ。おお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 、お腹が邪魔して取れないのかな。あ、よし、取れた。あ、そう。ポケットにね、詰め込んでね。
ございました、ここからですね、ここからですね、抽選会合コンチャレンジの抽選会を行います、本日ですね11時までに、はい、グッズをお買い上げの方に抽選番号をお渡ししております、抽選で、5名の方になんとくまモンのサイン入りのポストカードをプレゼントいたします。嬉しいね、ぜひ皆さんね当たってほしいね、はい、5名の方当たりますので、自分あの抽選券持たれてますか皆さん、はい、今からです。本店のお客様番号を確認されてください。今から抽選を行います。まずですね1番、抽選番号1番の方いらっしゃいますか。1番、前の方にお越しください。
さんの会場です。ありがとうございます。そうですね。うん、午後3時からもですね、先ほど行いましたね、うん、サイコロチャレンジで曲を決めますし、こちらの抽選券ね、抽選会応募できますので、ぜひぜひ皆さん3時からも遊びに来てくださいね。よろしくお願いします。はい、じゃあね、こまもん今日はもういつもと違ったステージでまた楽しくね、皆さんと時間過ごせましたけど、どうだった？何